こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、セカンドラインのリズムってどういうふうにやればいいですかっていうふうなご質問がありましたので、やっていきたいと思いますが、セカンドラインっていうそもそものこの言葉はですね、ニューオリンズの、お葬式、今でもお葬式で使われているそうですが、要は火葬場じゃない、向こうは火葬じゃない、土葬なんで、お墓に行くまでは悲しく送って、で土葬して、で帰る時はもう天国に行ったから、奴隷から解放されてよかったねっていうことで、こう楽しくパレードするっていう、そのセカンドラインっていうね。でファーストラインっていうのが親族さんで、セカンドラインっていうのがバンドだったのね。そのリズムのことをセカンドラインと言います。でよくディズニーランドの、ディズニーシーとかでよく見るんじゃないかな、ディズニーランドとかね、見るんじゃないか、大太鼓をこう持ってこうシンバルと叩いてる人がいて、大太鼓は こういうリズムを刻みます。で、小太鼓は、マーチなので、小太鼓の人がカウベルを持ってたりとかしてですね、そういうスタイルで2人でやってたんですね。実際に、ニューオリンズでやってる時も2人でやってたんです。それを大太鼓でドラムで1人でやり始めたのが、これがドラムセットの始まりですね。大太鼓を足で踏んで、これはハーリン・ライリーっていう、もう本当にニューオリンズの素晴らしいドラマで、僕はもう学生の時しょっちゅう追っかけしてたドラマなんですが、ハーリンがいろいろ教えてもらいましたけど、ハーリンのビデオなんかでもやってますが、基本的にはハイハットっていうのはもともとなかったんですよ。なので、で最初の頃っていうのは、今やってる4の裏っていうか、ワン・ツー・スリー・フォー・エン・ワン・ツー・スリー・フォー、これがニューオリンズビートの特徴、ビッグフォーって言うんですね。ワン・ツー・エン・スリー・エン・フォー・エン・ワン・エン・ツー・エン・スリー・エン・フォー・エン・ワン、というふうなスタイルですね。でも、もともとはマーチから来てるから、これが最初なくて、でこれができたことの、ビッグフォーっていうこの4の裏ができたことによって、よりニューオリンズビートらしくなった。デキシーランドジャズっていうのはどちらかというと、こう、白人のやった、多分ね、デキシーランドっていう地域があって、そこで白人が黒人の真似して演奏してるんですね。だからニューオリンズの黒人のバンドの人に、こうデキシーランドでねって言うと、すごく嫌がります。僕らはニューオリンズジャズだからっていうふうに言って、ちょっとこう対立してたりするとこもあるそうですが、そのこのニューオリンズジャズのスタイルの特徴はビッグフォーです。ワン・ツー・エン・スリー・エン・フォー・エン・ワン、ここだけアクセントつけるね。で、全てフレーズがここに向かっていきます。なので最初のイントロでよく使うんですけど、これビッグフォーでしょ。で基本的にものすごい簡単で、右手こうやってやってて、で裏から表、左手バズロールするとすごい、押さえつけるだけで、歌つくっていうのは、これはマーチの特有でね、フラマキュ、これマーチから来てるね。だからこのフレーズを入れるわけ、弾んで、でドッタツッタツクタドーンっていう、このビッグフォーにつながる、みたいな。がニューオリンズみたいなこう雰囲気ね。で、その要はこういうパレードの曲の代表曲は、聖者の行進なので、この聖者の行進をやるときに、こういう風な形のリズムを取ります。なんでこう要はビッグフォーの手前のフォーのところに向かって、でフォーで、フォーからフォーの裏から頭、みたいな
な流れがこれが大事です。で、ハイハットっていうのはあのハーリンからも聞いたんですけど、ベビーゾッツっていうドラムがこういうプラセスを叩いてる時にね、ずっとこうこうやって左足踏んでた、こうやって踏んでた。だからサックスの人がこうやってこのバックビートがあるとよりニューオーリンズっぽくなるからって言って、このハイハットのこの低いバージョン踏んだらこうってやるのを、これ踏んでくれよと、そしたらもっとニューオーリンズビートになるじゃん。この大太鼓のパターンを全部お前がやればいいじゃんって話で持ってきた。だから昔は低くてソックスのソックシンバルと言われてたのね。でもまあハイハートシンバルがここになるとみんな叩き始めるでしょ。だってこう使いやすいじゃん。だってここのシンバルもあるし、あこれいいじゃんと思って使い始めると、叩きやすくするのに上に上げたからハイハット、つまり高帽子って名前に変わったんですよっていう流れがあるね。だからドラムセット自体の形っていうのはニューオーリンズでできてる。だからこのいわゆるニューオーリンズスタイルジャズをやるためにドラムセットっていうのはできたのね。むしろこう大道芸人的なんですよ。だから要はその、ニューオーリンズの街にはですね、こう奴隷として連れてこられた黒人さんの要はまあいっぱいいるところで、でまあその黒人さんがもう下働きしてたりとか、そういうところでまあ綺麗な黒人女性もそうだし、そこにいた白人の人たちもそうだけど、こうまあいわゆるその売春宿っていうのがいっぱいあって、そこの売春宿のこう客引きっていうか、こうロビーのところで、これあの映画があるんですよ。ジョディ・ホスターの映画があって、でそのジョディ・ホスターが子役でやってる映画があって、それを見たんですけど、それなんかもそのピアノの黒人が出てきてね、でこうやってこうロビーで弾いてて、その高級感出してるみたいな。だからこうお店の前でこういうパレードみたいなことやってたりとか、こうドラムを一人で二人役やってやるよみたいなので客引きをしたっていうふうに言われてますね。なのでそういうスタイルでできたのがこのドラムセットっていうやつなんだけど、そしたらこの4にアプローチするのによくあるのが、3拍フレーズをバズロールを、タッタッタバラバダダタっていう、タッタッタバラバダダダ、これビッグ4でしょ。フレーズが全てビッグ4に向かっていくようにするとニューオーリンズっぽくなるよ。でも基本ビートはすごくこうニューオーリンズっぽい感じのビートになるかなと思います。だからポイントとしては必ずビッグ4に向かってフレーズを作っていくこと。だからリズムパターンもで、何かフィルを入れたとね、っていう風に作っていくとニューオーリンズビートの、まあ、グルーヴが出しやすいかなというふうに思います。まあいろいろバリエーションがあるんですけど、この辺の要はまあ特殊なのはハイハットが2-4なのと、そのハイハットと一緒に合うビッグ4っていうのがあって、フレーズが全部そこに向かっていくっていうんで、ベースもボッツクドッツクドッツクドッボーンって弾くので、あのニューオーリンズスタイルの人はね。なのでそこら辺をこうグッていうふうに、あのまあなんかこう
溜めてできたらね、すごくこうニューオリンズビートなフィールが出ると思います。なのでこれがセカンドラインっていうリズム、このセカンドラインっていう、まあ、バンドのことをセカンドラインって呼んでたんだけど、このリズム自体のことを、この音楽感の自体のことをセカンドラインっていうふうに言います。なのでセカンドラインのリズムでって言われたら、まあイントロで分かりましたみたいな言うと勝手にみんなが入ってくるんで、で大事なのはベースとここでツクツクドツクドブーンツクドツクドツクド、これでリズムを進めていくと、もうそのセカンドラインみたいな形になると思います。というわけで本日は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。